はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、家庭でも使える、まあ家でも使える、その病院で行われている消毒方法っていうのをね、ご紹介していきます。まあ今はね、こんなご時世なんでね、こんな世の中なんでね、結構神経質になってはる人もね、多いと思うんですよ。清潔にとかね、とにかく消毒をとかっていうのはですね、まあどんだけやってもいいんですけども、まあ、それじゃキリがないのでね。まあ僕が入院中に見たね、病院の人らがね、実際に行っていた消毒というのをお話ししていきますので、まあぜひ皆さん参考にしてみてください。とね、僕が入院中の時はですね、こう毎朝8時にね、看護師さんが部屋に回ってきてくれてですね、まず患者さんの身の回りというのをですね、順番に消毒していってくれます。個人部屋、まあ、個室のね、クリーンルームと呼ばれているその無菌室とかの時でも、その大部屋に移った時でもですね、安さん、おはようございます、今からお掃除をさせてもらいます、〇〇と〇〇です、よろしくお願いしますって言ってから、黙々とその消毒用アルコール漬けにされているそのウェットティッシュぐらい強度のあるやつでね、そのありとあらゆるその布素材以外のところの箇所をね、こうふわーって拭いていってくれるんですよ。黙々とですよ、黙々と。もうね、何かに取りつかれてるんかっていう感じでね、拭いていってくれるんですけどもね、まあでもね、そういうところにでもね、人間性っていうのが出てくるもんですよね。その看護師さんってね、その全国各地 その病院施設にはですね、何百人といてると思うんですよ。まあ、きっと美容師よりもね、多いはずです。まあ、たまたまね、僕が入院してた病院の僕がかかっていた血液内科に疲れて働いている人を見てきた中で喋っているので、みんながみんなそんなわけじゃないんですけども、細かくね、隅々まで拭いてくれるとも言えば、その物をどかしてまで拭かない人とかね、手で触るところでもこの表面しか拭かへん、上っ面しか拭かへん人もいてるし、こう、例えばなんて言うんでしょうかね、そのベッドから立ち上がるときにですね、こう手すりで持ったらこう掴むというか、握ると指の裏っ側にこうかかるところとかあるじゃないですか。手すりのようなところでも、まあ、ティッシュで、そのウエットティッシュでこうスッってこう上だけ撫でるだけで、こう拭いた感を出す人がいてるんですよ。だから裏っ側まで拭いてくれない人もいてるんですね。それと対照的に、まあ、そこまで拭いてくれるんですかっていう人もいます。もうそこは絶対患者触らんやろっていうようなところまでね、拭いてくれるんで、もう逆に申し訳なく感じましたね。でほんまに人それぞれですね、本当にね。でもそういう人にはですね、そこまで拭いてくれるんですか、ありがとうございますってね、伝えるんですけどね。まだでもね、その朝8時なんでね、僕はね、大体寝てます。ね、寝てるのになんでそんなわかるねんって感じなんですけどもね、まあ、いつもそんな遅くまで寝てたわけじゃないんですよ。まあ、2日に1回ぐらいのペースでですね、6時半頃からですよ、採血をしにね、吸血鬼のようにね、夜勤のね、看護師さんがね、やってきますので、その時には起きるんです。でそこからもう一回寝るでしょう。だからね、7時の朝ごはんとか、8時の掃除の時もね、大体寝てます。でもね、9時半ぐらいになったらね、当日担当してくれる看護師さんがね、血圧と体温をね、測りに来るんですけどもね、その時まで寝てるので、まあ大体ね、いい加減起こされます。まあちょっと消毒の話に戻りましょう。まあ、ほんでね、そのね、看護師さんらがね、拭いてくれるその箇所っていうのがですね、消毒すべき箇所だと思うんですよね。まあ、病室でもね、自宅でもね、生活するスペースやから、同じようにやったらええと思うんですよ。まず最初に拭いてくれるのがね、テーブルですね。病院ではね、ベッドにいながらね、ご飯を食べたりとか、そのパソコンができたりするね、そのベッドの幅よりも、若干広いね、その下にキャスターがついてるやつのテーブルがね、あるんですよ。前後にバーってね、動くようなやつでね、あるんですけどもね。まあ、そこをまずね、拭いてくれるんですよね。まあ、自宅でもね、リビングやそのご飯食べる台所、ダイニングキッチンって言うんですか？で、そのとこのテーブルとか、まあ、自分の部屋とかにもね、テーブルとかってありますよね。で、そのテーブルっていうのはね、手で触りますし、まあ、手で触ったものをね、置く場所ですよね。まあ、なので、要は手で触るところがね、消毒すべきところになります。テレビのリモコンとかね、冷蔵庫の取っ手、電子レンジの取っ手やボタン、ティファイルの持つところ、
持つところね、ティファールの持つところね。で、窓ガラスの鍵でしょ。で、開け閉めするときにこうガッと指を引っ掛けるところでしょ。この細いところあるじゃないですか。そういうところとか。で、椅子の背もたれの上のところ。椅子ね、ちょっと今ないんですけども、椅子の背もたれ持って大体こう、椅子動かしたりするじゃないですか。そこの上のところとかね。あとは空気清浄機のボタンでしょ。で、扇風機のボタンでしょ。で、洗濯機のボタン、照明のボタン、蛇口、ドアノブ、手すりとかね、掃除機のね、持つところとかね、といったところですね、消毒したらええと思うんですけどね。いや、でもまだまだありますよね。まあ、車のドアノブもね、拭いた方がいいし、まあ、運転する人はわかると思うんですけども、もう車内なんかもう、全部拭かなきませんよね。だいたい手触るじゃないですか。ハンドルもそうやし、この、パーウィンドウね、ところもそうやしね、手動、ハンドウィンドウの人は知らんかな、皆さんね。まあ、同世代の人だったら知ってると思うんですよ。このね、くる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 回してね、まあ、窓を開けるね、やつがあるんですけど、そことか吹かなあかんと思いますしね。で、またその家の中やったらね、まあ、特に子供がいてるうちの家みたいなね、子供がいてるとことかやったら、まあ、子供ってどこ触ってるかわからないじゃないですか。いや、この前なんかね、もうほんまにびっくりしたんですけどね、ハードディスクプレイヤーを置いてるそのテレビ台の中あるじゃないですか。そこにね、片手突っ込みながらね、テレビ見ながらね、アイス食べてたんですよ。そんなとこもね、なかなかね、気がつかへんかったら吹かへんじゃないですか。でも子供って突っ込みよるんですよね。あと、そのおもちゃ箱の中を全部出してこうガーってひっくり返してね、そのお風呂みたいにしながらね、こう入ってタブレットで YouTube 見てるんですよ。何してんねんって感じで。で、まあ、粘土で遊びながらね、ポテトチップス食べてですよ、カーペットでこうバーって手拭くしね、しまいにはカーペットで口も拭いてましたからね。もう、そういう字が追いつきません、ほんまに。どこ消毒したらいいねんって感じなんですけどね。あとはね、まあ、皆さんお使いになられてる携帯電話ね、スマホ。これは消毒しといた方がいいと思うんですけどね。まあ、消毒した手で触ったらね、いいんですけどもね。一応そいつ自体も消毒ってした方がいいと思うんですよね。どうやって消毒したらいいんやろうって思うんですけど、あんまりこう切り拭いてシューシューって拭きつけるのもあかんやろうから、なんかこう、一応電子機器なんでね。まあね、最近ね、防水言われてるからね、多少濡れても安心なんですけどもね。一応こう、ささっとね、湿らせた布で、ティッシュとかでね、バーって拭いたらね、いけると思いますよ。あとネイルの除光液つけるみたいな、この四角いスポンジあるじゃないですか。コットンでね、バーって拭いたらね、いいですね。ああいうタイプやったらね。まあ、そんな感じでね、とりあえずね、手で触るところをね、しっかりね、消毒していきましょう。まあ、清潔にね、しとけばね、絶対大丈夫なんでね、皆さんでね、頑張っていきましょう。この時期をね、乗り越えたらね、絶対明るい未来が待ってます。共に頑張りましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。